1、こうしてキャロボさん超円のままで、よし、つながれよし、今日は FM より調子いいな。こんにちは。食い終わった、美味しかった。こんな感じかな。よし、あと1分半。もう走り始めます。ではもう走り出します。あ、いい。腹いっぱいです。よし、おっと、鍵鍵和骨、ゆっくり着地できましたか？びっくりしました。坂東で食わなかった坂東は、まあいいや。放送始まってから説明しよう。卵の食べ過ぎか。説明しよう。卵、あ、入れ卵か。食事で、ちょっと食いすぎたかな。するまでもなく55キロですね。OK です。50キロ冗談じゃない。うまそうだ。よし、さてと、店の写真撮ったっけ。55キロじゃないよ、30キロも差があったんだ。美味しかった。うまかった。こんにちは。あっちか。出口どっちだ。どっちにしたって歩道がないな。こんにちは。こっから追い風になるんじゃないかな。あー、キャロボさん、ちょっとここ渡らせてもらいます。渡らさせてもらいます。始まったかな。始まりましたね。2時間、もう2時間ぐらいしかないと思います。確か4時半じゃないですかね、今の日暮れは。鍋焼きの味噌の味噌味でした。いらっしゃい。で、あれ、そこ坂東太郎、あそこですね。人気ありすぎです。あの店に入ったら入り口にいっぱい人が待ってたんで、即座に諦めてそっちの方のベイシアの前にあるサヌキうどん屋さんで。あ、天気はやっともう完全に晴れましたね。やっとこさ。午前中あの曇ってて寒かったんですけどね。この時間なのに混んでたのか。この時間、さっき配信やめて店に入ったの何時だったっけ。1時間ぐらい前ですよね。そう、あのとても待つ気になれない人数でした。絶対10人以上いた。あ、いらっしゃい。そうです、連休ですからね。まあでも、あのさっきサンキュー丼屋さんで食べた味噌煮込みうどん的なものも美味しかったです。第41くらいの時間でおはようございます。おはようございます。寒さはですね、店から出ると少し寒いかな。でも日が照ってるんで。ん？先？絶対そんなことしねえ。二度と来ることは言わなかったけど、黙ってあの写真撮って、でも写真撮ったらあの人が待ってる写真とは分からなかったんで使いませんでした、ツイッターで。今なんて、この辺り田んぼですね。麦っていつ実ってるんだったっけ。そう、記念撮影だけして道路あ、でも私ってそういうことでもないですよ。あ、二毛作って大体小麦は全部そうなんですかね。人が、あ、そうそう、でその待ってる人の足とか取ったんですけどね。
ガラスの向こうなんでよく分からなかった。降る冬か。うん、あ、海沿い出ます。あ、海沿いというか湖沿いか。もうちょい南下したあたりですぐに出られるところがあるはず。腹いっぱいになりすぎたな。あ、忘れてた、足の毛が。いや、多分血出てないと思います、この感じだと。うん、サイクリングロード的なものありますね。ちょっと待ってください。もうちょい先で湖岸に出ます。まあ、ここはいいというほどではないかな。さっきチューニング刺さってないです。さっき右側にの SPD を外さずに左側だけ外して足ついて、その体勢から右に漕ぎ出そうとしたらちょっと引っかかって、推進前に向かって進む前に右側に体重重心が移ってしまって、でそのまま真横にバタッと倒れましたわ。ましたわ。倒れてる途中からもう諦めて、いかに受け身取ろうかとしましたけどね。いや、全然怪我らしい怪我ないです。ちょっとズボンの中で膝が痛かったんですけど、ちょっと擦れた感じだったんですけど、うん、典型的な。自転車は多分大丈夫です。荷物もついてるし、荷物ついてるので。あ、どうだこれ。霞ヶ浦でかいですよね。この辺りから出ようと思うんですけど、こっちでいいのかな。そう、多分そんぐらいです。うん、今日は日が出てるので指切りでいけます。朝ちょっと寒かったですけどね。地平線が見えるほどのところはまあないな。日本一周がなんて、ビショー1泊5000円です。イタコのあたりはあんま安い、極端に安いとこはないですね。期間に、あ、今喉づくろいしてるのは飯食った後だからです。いつもこうです。タコまで、そうですね、まあ、転ぶ以前に事故にあって人巻き込んだり巻き込まれたりしないようにしなきゃダメですね。自爆ならともかく。よし、静かになった。この道はいいね。そう、意外と霞ヶ浦沿いの道って整備されてて、自爆も痛いですけどね。意外と整備されてて、湖もなかなか綺麗。条件分岐教えてください。何の条件分岐。あ、今日ツイッターで書いたやつのことかな。もともと予定ルートでは入ってるもんだという、一般的には入ってるべきだという認識ですね。あれ、でなんだっけ、分岐の話か。もともとはこれ今走ってた、さっきまで走ってた向こうの方の霞ヶ浦に出っ張ってる半島を一通り全部走った上で改めて南下してくるつもりだったんですけど、なんだなんだ。お、いらっしゃいませ。なんだ今のインさんという名前なのかな。いらっしゃいませ。あんまり追い風じゃないな。うどんうまかったですか。うん、美味しかったです。煮込んであったのかな、あれは。讃岐うどんにしてはそれほどコシ強くなかったけど。これ車道の方がいいな。で、さっき店の中で待ってたら眠りかけてました。てか寝てました。今日実は睡眠時間も3時間も取ってなかったんで、来る途中の電車の中では寝たんですけどね。やっぱり眠い。
中の作業小屋かな。ここに見えてるのもテント張って寝ると気持ちいいよ。テント。お昼寝タイムですか。昼寝。今から昼寝してたらもう確実に日が暮れるんで。今日のいらっしゃいませ。今日の日没時間は16時26分ですね。ふざけんな。雨きついですね。こんばんは。おはようございますの人がいたり、こんばんはの人がいたり。なんで洗車ゲームとかやってたから。あ、そう、 TX できました。朝には秋葉原から出る分には空いてていいですね。何のステッカーが。いいなこの道。どこまで、この辺り鉄道あったっけ。今度も一緒にプラトーンとかいかがですか。プラトーンって映画ですか。進めるだけ。なんかそう、16時半です。こっちは16時26分。西日本からすると30分から1時間ぐらい早いと思います。いや、ゲーム機は特に持ってないですね。あと遊んでるゲームは PC のやつなんで、デスクトップマシンのパワーがないと遊べません。おお、 GoPro 動画見てました。車止めトラウマになってない。 GoPro 車止め、あ、そうですかね。スワンボートだ。泳がないですよね。うん、泳がないですね。泳がないですと。スワンボートに乗らない。なぜ、お。ゲームで暇つぶすときもない。ポケファイは月いくらでごわすか。ポケファイは、今そん。霞ヶ浦島ではさすがに行けなかったか。こっち来い、こっち来い。ワンコかわいい。君は吠えないから。来てもいい。柴犬ですかね。ワンワンを。こっちを見ている。ボス、わら。こっちを見ている。あ、いた。吠えない。知り合いの犬ですね。いや、知り合いじゃないですけど。口笛吹いてみるといいよ。あ、口笛。ワンコシャッターチャンス。犬、あれを取るの？なんかピーって鳴らし方ありますよね。笛、口笛。いや、ちゃんとあの鳥なんだ。ちゃんと首はありました。よいしょ、あそこにもいる。話し飼いですかね、普通の。こっちにもいる。犬笛。こいつは首はないな。いや、さっき本当に首あったっけ。口笛だった。口笛だった。ノリピー。うんうん。よいしょ。今でも田舎は放し飼い多いよね。私は放し飼いはそれほど危険だとは思わないんですけどね。吠えるやつはいても噛むやつなんてまずいないですよね。で、あれは、ですね、これなんかザバザバ水が循環してるのかな、あれは。おお、でかっ。鯉だ。鯉の養殖場か、あれ。なんかでっかい鯉が今、タモからあのカゴみたいなのに移されてました。ん？帰って。鯉、すげー。お、こんにちは。こんにちは。鯉の予感。しかし朝9時過ぎからスタートして、80何キロ走る予定が60何キロしか走れないとは。まあ距離じゃないですからね。いかにイベントがあるか。あ、まただ。うん。可能性、そこまでやるんですかね。これみたいです。うん。犬は後ろに下がれるってことか。ほっぺた。お昼は何をいただいたんですか。お昼は、ヨーロッ
味噌鍋うどん御膳、味噌鍋うどんのセットでした。天ぷらとかの腹いっぱいになった。そう、思い出の多さ、それだそれだ、それです。私はですけどね、距離の人がいてもいいです。信号守る、マジで犬って信号の色見えないんじゃなかったっけ。まあだいたい雰囲気でわかるのかな、雰囲気で。 GoPro3 は予約済みだったりしますね。そしたらあのヨドバシさんから12月5日に発売って言ったけど、それ嘘っていうメールが届きました。昨日か一昨日か、あれ嘘だからっていうメールが。1月下旬だそうです。なので年末旅行は GoPro3 の軽いカメラ使うことはできないな。来い。おー、この線は、うん、本当に守ってる。わかるんですかね、周りの雰囲気で。これ本当に全部濃い？ちょっとチラッとチラッと。いっぱいお金使うの？お金は、さほどでもないですかね。そう。なんか伸びちゃったらしいです。見えないな。年末、うん、見えないな。アンドロイド配信、アンドロイドはですねヘルメットカメラが今のところできないのでどうしようもないんですけど、まあいいや、これ以上なんか敷地に入ると問題ありそうだからやめとこう。多分鯉だと思いますよ。さっきこういうので、あの鯉を取り出している人たちがいたので、鯉を移し替えている人たちがいたんで。あ、お風呂、なぜ上お風呂。産業になるのがすごいな。ライフルで敷地に入ったらですね、いや観賞用って扱いに見えなかったですけどね。色も特別な色してなかったし、食用なんじゃないのかな、違うかな。GoPro あれば、いや GoPro は適材適所の最たるものだと思いますね。写真撮るんだったらやっぱりデジカメとかの方がだいぶ綺麗じゃないですかね、おそらくは。あの日野翔平の心旅でも GoPro カメラの映像使われるのはごく一部ですよね、ずっとついてるけど。で見るとやっぱりなんか動きが違うんですよね、普通のビデオカメラと。なんていうか、普通のビデオカメラはコマとコマとのつながりが、コマとコマがなんていうのかな、あのなんか GoPro の方は動きがかすかにカクカクして見える。フレームレートが低いんじゃなくて、コスプレイのプラモが長谷川から出ますよ。コスプレイ、何 V22 だったっけあれは。私はオフスプレイのプラもちなみに持ってますけどね、かなり昔に買いました。自分撮りですよねあれ。なんか番宣の中でも使われてた、番組宣伝番組の中でも。おお、かっこいい。あ、やっぱり声やってるんですね。あ、バンジーは結構前からそういうイメージがあるな。スペックすごいですよね。あと暑くなるっていう情報もちらっと見たんですけど、どこだったか2ちゃんだったか何だったかで、夏は厳しいのかな。そこまで高解像度の撮るつもりはないんで。あ、 V22 でいいんでしたっけあれは。固めそうですよね、平べったい景色、平べったいですよね。ナマズの養殖なんてあるんだ、うまいとは聞くけど売ってるのみたいから。あ、ナマズうまいんですか。お、車来たかな。
これ結構あのツーリングだけじゃなくてロードバイクの人が練習したりするのにも都合が良さそうな道に見えるのにな。誰も通らない。んペダル回す、あ、回転数ってことかな、軽電数。なぜプップッと鳴らす。今のあの威嚇の意図は全然ない鳴らし方だったけど、やっぱり気づかないことがあると思われるのかな。念のため鳴らすよって感じでしたね。うん、なんか優しい鳴らし方でしたね。ん？クストーケ？ランス・アームストロング。リスナーさんならもうちょっと分かるようにしてくれるんじゃないかな。まだかすかに斜め前から来てるな、風が。ああ。自転車の人通りませんね。リスナーさんならガリガリ君差し入れしてくれる。ガリガリ君、今の月はいいです。あ、あれ？どこに置いたっけ？なんか入れたっけ？ピーポー。ピーポー鳴ってましたね。向こうの方で。渡り鳥の越冬地、冬地区は渡り鳥の越冬地って書いてありました。いや、1、2台は見ましたけどね。でもほとんどいない。こんなに条件いいとこなのにな。これは人参か、違うかな。ん？最後、最後って白鳥はどうでしょうね。特にそういう掲示はありませんでした。最近は虫とか飛んでないの？うん、虫はもう飛んでないというか、私は走ってて虫がそんな気になることはないですね。夏場にカバシラの中に、カバシラの中に突っ込まなければ。熊と何の話ですかそれは。あ、またあれだ、レールだ。あ、これが上を走る、上を走るというか。なるほど。今日は夕日綺麗でしょうね、結構。うん、虫は虫、虫は虫。虫は虫。ん？何がすごくないですか。テイスティ、味わったことないな、飲んだことあるけど。うん、おっとっとっと。走りやすい。うん、走りやすいですよ、本当に。ここ湖なの？おー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 。自分の首繋がってる紐まで噛んでた。あれはどうもそうだったな。暴れてるの分かりました。結構どうもそうに見えた。うん、秋。釣り。今日はどこに泊まりますか？今日はイタコに泊まります。あるいは義山ですね。義山。きつよそうでしたよ。表情が険しかったように見えた。
夕方だな。琵琶湖の2番、琵琶湖についで2番目って聞きましたよ、あの霞ヶ浦の大きさは。ロボさん、そろそろ3時のおやつの時間ですよ。3時か、まだ何も入りません。でかいでしょ。琵琶湖の方が1番らしいです。3番目どこだろう。今なんか聞こえたような。釣ってる釣ってる。サロマ湖は？サロマ湖。ああ、サロマ湖、あれ大きそうですね。宍道湖はきつい湖だから対象に入らないのかな。でも宍道湖はそんな大きくないか。あとあの諏訪湖。40キロ。琵琶湖一周とかしたことありますか？ああ、琵琶湖はないです。琵琶湖と淡路島は形が独自。琵琶湖ですね。あ、そうです。琵琶湖と淡路島。淡路島はあの一周したことあります。たった3日間で。そしたら自転車のフレームにクラック入ってることが分かりました。途中からすごい音がし始めて。まだ日はそんな低くないな。あ、サラマもきついでしたっけ。あ、猪苗代湖。猪苗代湖は深さが結構あったんじゃなかったかな。ロボさん、ロボさん、うどんどうでした？うどん美味しかったです。ただご飯とかセットで食ったんで腹いっぱいでございます。静かの海は実家の近くにありましたよ。で、タイツは今日入ってきてないです。今日は長ズボンです。そう、味噌煮込みうどん的なもの。あれです。あれでも折れないんですよね。どうやったらクラックはなんでですよね。眠くっていうか、飯が来る前に私は寝てました。一旦一時的に寝ておりました。今日はなんかそんなに走ってると眠気が来ない、珍しいパターンなんですけど、にしてて暖かいところでじっとしてたら、そう、バンドエイジ、バンドエイジ太郎、バンド太郎。長年乗ってたからかな。長年、うん。あ、そうなんですか、猪苗代湖。静かの海だ。深いのはあれだったかな、あの、真っ白湖。ん？サイン。そう、おしんこ嬉しい。いっぺんそういう感じのツイートをしてみたことがある。そう、運転中は今日眠くならないんですよね。味噌煮込みうどんを3回行ってみて。味噌煮込み、味噌。言えない。もう出たくなくなるでしょ。出たく、そうですね、眠かったら。ダブル、命として重複してたらすいません。うん、延長 OK ですか？あ、延長は一応確認しましょうか。暖かいとこに行くと眠くなるよ。言えない。うん、あと寒い時に本当に寒い目に遭うと眠くなるっていうのがあるんですよ、私は。うん、深いですよね。あれが一番じゃなかったかな。県の半分ぐらいのイメージあったけど、うん、実際はいかがですか？今は自動無料帳にしていて、あ、これ配信開始にしてないからできてないんじゃないか。ラグ大きいですかね。今自動無料帳にして、どうだ、行かないか、行かないか。どうだ、とりあえず手動でやっとこう。今手動でやりました。うん、電波は今のところ問題なさそうですね。なんか汗ばむな。うん、そう、あの、ね、水、あの、私は冬の長ズボンパールイズミのやつなんですよ。あ、ですか。
で、冬の峠の下りの寒い目に遭うとなぜか眠くなる。この間も八丁トンネルからの、埼玉県の八丁トンネルからの下りで眠くなって、でも途中寝るわけにもいかないんで、で今日は伊丹に泊まります。伊丹のビジネスホテルに泊まります。危ないんですけど、時間もなかったのと、もう昼寝できるような気候じゃなかったんで、雪山みたいだな。いや、まあ、あの手のなんか垂直する方向とはちょっと違うんですけど、なんか眠くなるんですよね、寒い目に遭うと。特に峠の下りで足こがなくて済むときに、でそういう時本当になんか文字通り歯を食い縛って目開いてるんですけどね。それで変温動物ですね。お、あ、脳の結果は全然問題なくてがっかりでした。何にも原因わかりません。寒さ、ああ、特に登り時とかですね。あれは何の畑だろう。お、いらっしゃい。年くると眠くなるのは年取ってからなのかな。今日は多分宿に着いたら一旦寝るんじゃないかな。私が今日泊まるのはですね、ランニングしながら、茨城は結構何度か来てますよ。茨城に来たのはそんな来てないな。水戸から国道何号線だっけ。いや、今日泊まるのは普通のビジネスホテルです。新なんだっけ、ひらがなで3文字で、まみやじゃなくて、水戸までもなくて、なんだっけな、ま行で始まる3文字ぐらいの、ま、なんだっけ。横浜からつくばまで何時間ですか。横浜からつくばはね、電車で5時に出て7時過ぎに着いたんで2時間ちょいですね。茨城じゃなくて茨城なんでしたっけ。いつもどっちか分からなくなる。もう懸命ひらがなにしてしまえばいいのに、ひらがなしみたいに。別に2か、うん、秋葉原乗り換えです。わかめ、マクベ、新マクベホテル泊まりたい。僕の趣味は呼吸です。呼吸、美人だらけで、美人、美人、スプレス、あ、日本と日本も、うん、あ、そう、ザン、あ、茨城、木、あれ茨城、木じゃなくて茨城か、あれ茨城、木、阿蘇山が正しい。うん、私は阿蘇山っていうのは違和感ないですけどね、九州人として。茨城って言われると木が間違いなのか。そう、あの人、ラッキー、ラッキー、ラッキー。エクスプレス、エクスプレスっていうのは今は何の話だろう。あ、つくばエクスプレスの話か。かそう、つくばエクスプレスは秋葉からつくばまで1100円か200円かそのぐらいしましたね。お、意外とするなと思って。お台場、お断りだ。良かったですね。天気本当は朝から降る気配もないぐらいのつもりだったんですけど、割と降る気配満々でした。朝は大阪、茨城市があってややこしいです。茨城市、マジで字は全然違うんでしょうね、多分。あ、景色的にかなりいいな。泊まるのはホテルか何かですか。そう、ビジネスホテルです。普通の大浴場がついてるところがちょっと嬉しい。阿蘇藩、阿蘇山大噴火はデブですね。何をどう間違えたんだ今のは。ホテルでペイテレビ見放題。第31回目、あ、でもホテル新マコモ会で、あ、そうそう、マコモ、マコモ、マコモ、そうそう、マリモみたいだって思ってたんだった。マコモ、マコモ、新マコモホテルでございますの和室に一人で、あ、電波か、あと道新しいですよ、ここ。電波がない、かつてはマクスコーヒーの限定に、電波が止まりっぱなしかな。
っとじゃあ放送チェックするか。そう、この放送見て競馬して今3万円儲かった、儲かった。なんか2万円って言ってた人ですね、あなたは。茨城と大阪の茨城の語源は一緒だったような、大阪の茨城とは地下で繋がってない。ないのにな、おかしい。またなんか瞬間的な断線でどうにかなったのかな。もう一遍接続。朝飯地区、朝飯地区、何それ。ああダメか、ダメかな。入った。走りやすい道路ですね。これでいいのかな。バッテリー残量が 90% おっと、外部バッテリー切れた。マコモプロ、あ、これで行きましたね。マコモッコリとかいるのかな。マコモッコリ。第6条は混浴です。電池、でも電池は、電池はもう一個あります。今の交換しとこう。多分宿まで持つと思うんですけどね。まあ念のために。バラダギ、バラダギ。じゃあちょっと交換を。一人だと止めてくれないところあるらしいね。ありますね。よっと、こうか。イタコはアヤメが有名みたいですけど、今は咲いているんですかね。アヤメは5月じゃないですかね、多分。みんなリロードすべし。ビジネスは一人で断るとこないでしょ。ビジネスはまあ行ってればいけますかね。風もなくていいね、うん、夏場に全裸でここ走りたい、うん、風はちょっとある。全裸はまあ夜中とかだったらいいんじゃないかな。いや、よくないや、よくない、よくない。風はちょっとあの東からずっと吹いてるんですよ。よっと、そう、サドル年季入っておりますよ。あの代わりのサドルが見つからなくて。というわけで映像来ましたか。これでどうですか、この道。出来たてですよ。まだこの芝生とかも移植したばっかりって感じです。多分半年も経ってないんじゃないかな。素晴らしいです、この映像は。映像どうですか、この右側の景色とか。予想外にあの景色が良くて嬉しいです。今回は出来たてほやほや。アスファルト、アスファルト、震災で崩れたので直しました。あ、そうか、それで直したばっかりのとこ。ここは途中も結構あの工事中のところありましたからね。国土強靭化強くするってことか。あ、そうだ、 GoPro に給電するためのボタン押し忘れてた。今は安いの出てきたよ。何したら安いのは何の話でしたっけ。給電ボタン、よし、まっすぐですね。新しいし。船盛り、船盛り。が琵琶湖畔の宿から発祥ですか。予定の石岡の方へは行かなかったので。石岡、その北側に向かうところですよね。すいません、ショートカットしました。あれショートカットしたおかげで30キロ稼ぎましたよ。バーシンロードだね。グヒュヒュってなんだ。ね、うん、さっきからパラパラ。釣りしてる人います。自転車走れます。バーエンド、あ、そうですね。これはあ、でも今日は走ってると眠くなる、ならないタイプの日なんで助かってます。風はまあ強いってほどはないんですけどね。左から吹いてます今は。白鷺かな、あれは。カモメかな。そう、本当に舗装されたばっかりです、ここは。ロボさん爆走してるね。爆走、今時速どのぐらいかな。22、3キロじゃないですかね。あ、自転車ですか。絶対忘れると思うんで。今じゃあちょっとちらっと見せるか。あ、でも逆光だな、右に立てかけると。シュッてしてますね、シュッて。ビンディングはもう長い間こればっかり乗ってるんで、あの
ベンディングじゃないやつに違和感感じるっていうレベルなんで、いまいち言いづらいですね。 SPD のここがいいみたいなのは。引き足も使ってるかどうか意識してないし。明日どこからどこへ？明日は水戸方向かなと思ってますけどね。湯本崎はもう前行ったし。さっきツイッターでなんだっけ、ひたちなか市で高校駅伝があるので応援に来てくださいって突然言われたんですけど、私は明日ひたちなかに行くとしても着くの夕方ですね、多分日が暮れてから。俺も今じゃやっと直してる、修繕してるってこと。あ、これ砂利道だったところなのかな。いや、なめ方はさっき通ってきたんで、南下してるからもう離れてるんじゃないですかね。明日、そうですね、明後日走れないです。明日までです。本当は3連休でどっか走りたかったけど、もうチケット取れない状態だったのと、昨日雨だったんで、昨日はおとなしく、あ、やっぱり選手の人なんですかね、なぜ突然私に応援に来てくださいって依頼が来たのかが分かんなくて。あ、そうそう、お笑いの聖地巡りするのもな、恥ずかしいものはあるけど、でも私はクジラも聖地巡りしたしな。クジラの聖地巡りした私としては、あくまで戦車のための聖地巡りと言い張れば大丈夫。私、それはなんか、あ、聖地って言ってるの、最近あれ夜中はですよね、リアルタイムであまり見てなかったからな。夜中にやってる萌えと戦車を組み合わせたアニメがあって、萌えの比率が高いかと思ったら予想外に戦車戦してるんですよ。矢吹城はランニングしてますか？矢吹城、最後に白くなった人ですよね。お笑いは関東の人が北海道に旅立つ入り口です。北海道に、苫小牧に向かうんでしたよね、確かフェリーが。萌えと戦車でもパンツァーフロントっていう私が昔から大好きな戦車ゲームの、帰るのは水戸から。おう、萌えと戦車、私も萌え部分は抵抗はまだあるんですけど、ただ萌え自体が悪いとは思ってないんで、単に世代差で抵抗感感じるだけだと思うんですよ。なんだな、出鼻をくじかれた。昔だってそのヒロインが、ヒロインがゲームをするために、そうです、変えたっていうか、もともとオンボードしか使ってなかったんですよ。全然グラフィック必要とするようなことやらなかったんで。自衛隊に車両の運輸してる俺が来ましたよ。車両、マジですか。海沿い、まあ基本的には宇治、宇治ってなんだ、宇治、今何を間違えて宇治って言ったんだ。海沿いか、海沿いを短縮していったのか。海沿いを北上するつもりではいます。まあやっぱ水戸かな、明日行く方向は。ああ、成田はどっち方向になるんでしたっけ。成田といって飛行機見に行くのあまりやってないしな。あ、電波が。道は普通になってきたな。向き関係あるんだろうか。一応あるか。今そうだ、思い出した。ポタファイはパニアバッグの後ろのポケットに入れてる。外気にさらしてる状態です。メッシュポケットに入れてるんで、眩しい。お、自転車だ。あれ見てミリオタでよかったと思ったよ。ということで、普通に戦車のアニメとして面白いんですよね。茨城空港行ってみてよ。茨城空港は
まあ近ければルート上。琵琶湖みたいにでかいのにあんまり観光地にはなってないんだね。うん、なってない。あ、琵琶湖そうなんですかね。琵琶湖観光っていうのはあまりないのか。そう、霞ヶ浦も全然観光地ってイメージないですよね。でもこれ近所にあったらいいな、こういうところ。成田、ああ、あの城南島みたいなもんですかね。お笑い水族館、普通の水族館よりも今日行ってきたの淡水の水族館とかの方が大好きなんですよね。汚いから。うん、何が汚いから。飛行機なら百合基地もありますよ。百合基地を今百合基地って呼んだのかな。百里はなんか私は今離れてるっていうコメントで確か言われましたが、あと基本的に10キロ以上コースが変わるようなこと変更はほぼやんないです。自分がそのどっか行きたいとか思わない限りは。車だったらもっと自由度聞くんでしょうけどね。ロボさん眠たいよ。昼寝まだしてないんだよ。昨日本当に早く寝ればよかったのにな。百里ですよね。太陽村、ビレッジオブサンですか。どんなとこなんだろう。向きが変わった途端に電波回復。引っ越して太陽村ってなんだろう。まあ、今映像的には絵的には淡々としていて盛り上がりにかけますけど、結構走りやすくていいですよ、ここは。それはスリーバルカン、きれいに淡水ですよね。数は少ないけど。あ、イタコに、うん、ローディー。でももうちょっと走っててもおかしくないんですけどね、この道の感じ。絶対練習で一周走るって人いるはず。水戸は遠くね。水戸は何キロあったかな。もしかしたら距離的に難しいかもしれない、私の足だと。動物が出てこないと寂しい。動物か。いない。山走ってて動物と言ったら鹿と猿と、あのたまにリスとかテンとかイタチとか。まだクマは見たことないんですよね。知床半島でヒグマを見たこと以外は。子供だ。鳥の声、わら。鳥の声聞こえてますか。筑波に引っ越すと通勤大変じゃないの。本数はあるけど。筑波に引っ越すと。あ、いや意外といけるかな、今の気持ちだったら。あ、もちろん、まあ、まだ夕日になっちゃ困るんですけどね。人いないですね。もうその方が走りやすいんですけどね。で、一応このヘルメット横向けてますけど、目だけ前方向けてます。またそれか。またそれかよ。子供？子供ってそんな出てくるかな、私の放送で。地元民と何か無理やり交流するのも恥ずかしいな。声かけられることはちょくちょくあるんですけどね。ロボさんはドライブとかはしないのかな。ああ、しないですね。私は車運転できないんですよ、全然。あの超ペーパードライバーなんで、あの常にゴールドで更新し続けてるので。あ、そういや、この間免許更新の期限が切れる3日前に気がつきました。危なかった。
あの免許更新の通知が来てて、それは通知来てるのはもちろん気づいたんですけど、あの机の上にほっぽっといたら、たまたまその机の上のあの積み上がってるものを見てみたら、あ、3日後だって気がついて、慌てて有給を取って免許更新してきました実に危なかった。そう、ペーペーだから、半年過ぎても有効だから大丈夫だよ。半年、いや、私の方神奈川県だと1ヶ月過ぎたらアウトって書いてありますけどね。エプソンコンテナ、温泉ですか。まあでも今日はあの宿の大浴場があるんで、宿まで走り切ってしまいます。何時頃着きそう？何時頃、16時過ぎぐらい、日暮れ直前ぐらいだと思いますね。あと1時間15分ぐらい経つと暗くなってくる、うん、1時間、そうですね、あと1時間10分だな、1時間10分もないぐらい。公園だ。あ、あれはなんとかゴルフですね。パターゴルフ？なんとかゴルフってありましたよね。あのパターじゃないやつも。そう、免許更新しないと。せっかくのあの高価なあの身分証が。夕日が綺麗だ。夕日いいですよね。ちょっと私が横向いてるから傾いてると思いますけどね、映像は。そう、本当にあれ身分証明としてパーフェクトですよね。ただそれがなんで車の免許じゃなきゃいけないのかっていうのはいまいちよくわからんけど、誕生日の前後1ヶ月で2ヶ月幅で更新しなきゃいけないですよね。危うくあれ切らすとこでした。私は途中で捨ててきたんですね。冊子、免許の時もやつですかね。一応持って帰りますが、海外、ああ、なるほど、事情あればって話か。うわ、なんだありゃ、あれなんでこんなにキャンピングカーが、何か あるんですかね、ここでキャンピングカーが多すぎる。これは普通のバスかな。で、1台、2台、3台、4台、5台。パークゴルフだよ、北海道。あ、パークゴルフって言うんですかね、あの。なんか、目室あたりでやってそうな。これ普通の車を牽引してるのか、トレーラーを。何なんですかね、これは。なんでこんなにキャンピングカー集まってるんですか。で、キャンピングカーといえば自転車積んでありますよね。折りたたみか。あ、ママチャリもあった今。茨城は北海道の植民地だから本幕や、北海道、なんか逆じゃないですかそれ。茨城の方が先に人が入ってるわけなんで。でも本幕来てるんですかこっち。確かにセイコーマートも来てるしな。あ、またまたキャンピングカーだ、でかっ。なんだろう一体。ああ、ちょっと軽く写真など。これが湖ってのもすごいな。まだ日高いな、はあ、あと電波また切れてるっぽいですね多分。植民地切れてないか。植民地、確かに北海道出身の、北海道出身のあの企業っていうのかな、チェーン店が来てるってのありますよね。私は前セイコマがこっちあるの初めて知ってびっくりしたんですけどね。北海道で散々お世話になってたセイコマがこっち来てると思って。何これ？ん？どれ？
ていうかラグすごいな。リロードお願いしますって口で言っても多分伝わらないな、コメントしない限りは。カゆにも頭の上にお団子、うん、そう頭の上にお団子ついてます。あ、延長時間ありがとうございます。まだ駆け出しのゴルファーが住んでるのか。ん、ゴルファー冷えて、あ、まだ大丈夫かな、まだそんな寒くないです。トマト、あ、トマト、関東平野の結構完全に平地の方なのにな。気になった時は聞いてるよ。ん、気になった時、キャンパーの聖地、多分北海道の聖地。あ、さっきのキャンプの話か。北海道、あ、そういうのあるかもしれないな、確かに。でも今の時期に、まあ、キャンピングカーなら冬とか関係ないか、雪で通れないとかいいな、ともかく。FMLE 繋ぎ直すかな。アウトドア県、でもなんか集まってましたよね、さっきの。今キャンピングカー見てるところだった。キャンピングカーってことは結構お金持ち。一人で乗るのは寂しいな。バイク通か、ゴルフのセミプロか。ん、ゴルフのセミプロ、ハヤト、ハヤト、薩摩ハヤトってことかな。あれ今結構行ってるな。でもつなぎ直してみるか。よ。接続。うん、つながった。えらく早くつながったな。で、上り速度がこんだけ出てるから、今行ってるはず。リロードです。ね、がいますと、明日あたりスタッドレスに履き替えようかな。スタッドレス北海道かな。今これで行ってると思います。上り速度結構上がってるので3400行ってるんで OK、 OK ですね。なんか FMLE が途中からうまく流れなくなることありますね。うん、ラグもすぐでき起きますよね。5月か。ただここ木生えてないですね、キャンプって割に。セイコマ、セイコマの話は何だっけ。北海道資本っていうのもおかしいな。北海道のチェーン店が、こんにちは、こんにちは、北海道初のチェーン店が結構あちこちに、これボートクルーザーかな。あとは漁船みたいですね。まあ、クルーザーも漁船かな。まあ、それは自転車車載というカテゴリーの中ではあまりにもなんか、自分にクリスマスプレゼント、じゃあ GoPro で、あとライブシェルプロで。ラグ少し良くなったみたいだね。あ、延長延長、やっとこう。どうも自動延長が貼られてないですね。確か5分前じゃなかったですかね。傾いてきました。あ、色がついてきた。そう、あの霞ヶ浦は意外といいですよ、自転車乗り、自転車で走るには予想外に。じゃあ手動延長、またよし、よいしょ。これであと15キロぐらいかな。霞ヶ浦、あ、どうですかね。そう、予想外に良いです。うん、なんか北浦の方も見てみたい。北浦、あ、そう、北浦は明日通ろうと思ってます。
お、ありがとうございます。浜ってなんで海岸線が滑らかなんですか。滑らか、あ、あれ何でしたっけ。正直、草がもう茂ってないっていうのもあるかな。きっかけはママチャリが壊れたから。4万円ぐらいのマウンテンバイクをせっかく買い替えるんだったらスポーティーなのにしようと思って、4万円のアルミのマウンテンバイクを買って家の前に回って、深いところなんか7メートルって言ってましたけど、家の近く回ってあの相模湖とかあっちの方に向くようになって、で矢光峠行って、で1年自転車買った年の夏に北海道に初めて行ったんだったかな。特に何かを見てとか誰かがやってたからとか勧められたからとか一切何もなくて、ん、あ、相模湖までは結構遠いです。初めて泊まったのは河口湖かな。河口湖の健康ランドに泊まって、いや違う、河口湖、あ、うん、河口湖が初だ。お、いらっしゃいませ。そう、本当にいいですよ、ここ。自転車乗りが少ないのが不思議。こんなに走りやすいのに。ママチャリからムトブに変えて衝撃が走ったんですか。衝撃、いや、さほどなんかすごいっていうわけではなかったんですけど、最初はなんかサドル高いし、前傾で背中痛いとか思ってましたけどね。でもなんか慣れていって、ケトラなんか集まってましたね。あれはママチャリ、この間青森を一周、あの青森ツーリングした時にママチャリで走、ママチャリですごい峠越えてた。しかも別に自転車、そんなに普段自転車乗ってないっていう大学生のサークルの人いましたけどね。霞ヶ浦は釣り配信のカエルさんが釣りするところですね。カエルさん、あ、ヒゲカエルさんって人ですかね。カエルさんなのかな、カエルさんなのかな。あ、あの人こっちの方なんだ。確かあの、なんだっけ、リカンベント持ってる人でしたよね。ママチャリ、そう、笑いサークルの人。さ、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 あれ、さ、さ、佐藤さん、斉藤さん、なんだっけ、あー、もう忘れた。桜井さんだ、桜井さん。よし、言われる前に思い出した。ずっと同じ風景ですね。ずっとですね。まあ、そういう点では変化には欠けるかな。リカンベント持ってたけど背中が濡れるから手放した。背中濡れる、濡れるっていうのは何だろう。ヤビツの虫の名前も忘れてます。ヤビツのダダダダダじゃないですね、死ですよね。島田さんです。わらわら、寒さはどうですか。あ、寒さはまだ全然平気です。まだあの指出し手袋でいける感じ。でも空気はもう冷たくなってきてるかな、少し。おお、でこんなになんか自転車専用っぽく見えるんだけど一般道なんですよね。雨上がりに濡れてる。さっきあの公園っぽいところは濡れてるように見えたのは、なんかそういうなんか 石かなんかの板場、あの石張りみたいです。あの足元が、お足元が濡れてるわけじゃない、なかったようですよ、さっきの。パンクイベント欲しくないわ。また釣り好きな人はここ住んでるといいね。釣りか。たまに地面がひび割れしてる。お、逃げる逃げる。ひび割れは、いや、あんま気にならないですね。行ったことないけど行ったことないけど、私もないですね。みんな普通に泳いで逃げる、鉱石を残しながら。スクーター危な、水鳥。スクーター、いや、全然。配信中のパンクって何回かありましたか。配信中は結構ありますね。3回だったか4回だったかぐらいはありますね。なんか初期の頃よくパンクしてたな。配信は来ましたか。
配信、いや、もともと配信、まあ配信自体が面白いのは確かにあるんですけどね、もともとそのこういう来たことないところ走るときにお前らもこれを見ろっていうつもりで見せてるので、なんか配信自体のモチベーションが下がっても自転車旅行には行くんで、どちらかというと自転車旅行のモチベーション下がる方がやばいです。たまにそうなる。他に趣味がないからもうこもってしまう。マラソン使うようになってからパンクありました、うん、あ、マラソン使うようになってまだ一遍もないです。そう、燃えて、あ、そう、さっきの燃えの話続き忘れてた。やっぱり燃えは世代差で、あと嫌悪感を感じるっていうのは逆に言うと関心持ってるとも言えると思うんですよね。別に私がそのこれから燃えにはまるための言い訳をあらかじめしておくつもりではないんですけど、ただ昔あの一方的に悪いってことはないと思うんですよね。ただなんかエロと燃えっていうのが混じりすぎてるのはちょっともうちょっと分離しても、まあでもそれも同じか、そのエロいかどうかっていう区切りだって世代によって違うんだし、なので私としては個人的にはいろいろ抵抗感感じるけど、うん、突きつけられてる嫌な部分、うん、俺っていう人はまずあなたが誰か分かりません。子猫に燃えるって感じでしたよね、うん、子猫に、子猫に、うーん、一人がコミュニティに参加しました。あ、俺はあれだよ、米倉涼子だけど付き合う、米倉涼子か、あー誰誰、米倉涼子、米倉さん知りません。うん、ユーポッテってアニメがありましたよね。あ、なんかそう名前は知ってるんですけど見たことはないんですよね。ブボボもあの人か、ん、ブボボ、カラープリンターの人、ん、カラープリンターの人、わからん、人格先の新芽に萌えを感じるんだろう。あ、文字はそうですよね、もともと文字の意味は。おにぎり持って1日ぼーっと釣りしてるのもいい、ん、おにぎり、おにぎり、あ、おにぎりか、おにぎり持ってか。女であっても米倉涼子に魅力を感じない。あ、てってってって、そもそもそうだな、手がビリッときた。あんな音をマイクで拾える音じゃないよ、いからもう何の話だろう。エプソンの人ダメだ、わからん。さっきエプソンっての、あの文字を書いたコンテナを見かけたけど全然書けないですよね。鉄道用のコンテナみたいなんだったけど、なぜかエプソン のロゴが入ってた。ああ、警視庁の、ああ、わかりません。笠木は天ぷらですよね。あとエプソンといったらくしゃみの擬音としても使われてたな。なんか橋がない。あとこの醤油の匂いは何、ん、ロボさん、はじめまして、初見の松本さん、割となんか普通に紹介されてますね、いらっしゃいませ。なんかものすごく醤油の匂いがする。あ、そう、ガルパンです、ガルパン。なんだろうこれ、この醤油、単なる醤油じゃなくてこの匂いは濡れ線とかの匂いに似てる。 あの甘さの匂いも混じってる。どうですか、こう濡れ線工場ありますかね。ヤフー地図見たって載ってないよな。醤油飲んで飲むって常用食品って書いてあるな。常用食品、いや、佃煮系ともちょっと違いますね。ん、ヌレション、ヌレション、いや、たまり醤油じゃなくて、なんかやっぱりあのせんべい系の醤油の匂い。ん、ヌレパンダ、あそこの橋渡らなきゃダメなのかな。ああ、だな、一人がコミュニティに参加しました、確認。
あ、とり、あ、そうか、写真撮っとかないと。有名、そう、私でその芸能界のこと本当になんか日本人としておかしいってぐらい知らないんですよ。自慢じゃないですけど。よっと、濡れ線の匂い似てるんですけどね、あの甘い匂いも混じってて。こういうのってなんかあの、もしそれが当たってたら自分の花、あのさすが私の花って思えるんで、なんかやたら気になるんですよ。ヘで有名な？ブボボモア。ブボボがわかんないな。ゲボボボボなら知ってるけど、あの機関銃の発射音なんですけどね。してない。最近秋葉原でこれは買いってものがないのだが、これは買い、すると出てくる。花に支援を持ちたいのですか。そう、私の花を讃えたいんですよ。さすが私。あ、そう、ジップジップ、あれ着弾音でしたっけ、確かジップジップは。ファンの人は見たら悲しくなるよ。ファンの人、タップが転んだような音を沈むおならの音だって言ってる人いからく、米倉知らなくても生きていけるから。ヨメクラ、あれ、これは行き止まりか。とりあえずあの橋に登んなきゃいけないんですが、うん、このことで私が分かってないのに。降りられるか、行けるか。ただあの橋に登んなきゃいけないんですよね。見たとこ結構横の方に移動しないといけない、回り込まないと。あ、好きだ。ああ、一応下れました。行き止まりじゃなかったです。米倉はブロードウェイミュージカルの主演をするくらいのすごい日から、ブロードウェイ、え、くぐれ、いや、くぐってもダメなんですよ。ん、何放送、検索しても企業名しか出てこない。あ、企業名知らないの。海老蔵遠藤さんなら知ってますが、海老蔵遠藤さん、あのゼビウス作った人です。あれ、エビゾーって読み方でいいのかな。エベゾーと書く。大影が、ちょっと待ってよ、待ってよ。あの辺にも香ばしい匂いですね。そう、香ばしい匂いって、あ、ちょっと待った。うん、あの鹿児島の方走ってました。まっすぐ、え、イタコ、ね、あ、いや、橋渡らなくていいんだ。何言ってんだ、橋渡んない、渡んない。ん？ああ、ちょっと待った、ちょっと待った。橋渡らなくていいじゃないですか、何言ってんすか、私は。256発。ファミコン版は検証されてましたよ、それ。改造して。そしたらですね、何億発打ち込んでもダメだったみたいです。うん。ね。全然これ。走らん、あの、渡らなくていいじゃないですかって、あれ、おや、なんかいい場所出ましたね。あ、車、私は運転できないので。お、自転車乗りがいる。どこ、これ、なんかあのでっかいイチョウの木の下でイチョウの葉っぱがいっぱい敷き詰められてるところに出ましたが、あ、こんにちは。米倉芳子は股間から鳩を出す芸で有名になった女優です。今毎週孤独のグルメにのドラマ見てます。あ、孤独のグルメも溜まってるんだよな、最近。仕事の上を抜けると、OK、うん、抜ける？一休み、あ、まあそんなに。よっと、抜けるってこっち側に行けるんですかね。よいしょ。なんか人の家に行ってしまいそうだけど、階段があるけど。ロボさんはエブアの新劇場版9は見ましたか。エヴァは見てないです。9でしたっけ。9、ちょっと階段がある。よいしょ、わらわら、おお、ちょっと、どどどどどどパンクスルー、こんにちは。抜けられました。今のとこ写真撮ってないな。こういう細かいとこ全部前写真撮ってたのに。よいしょ。毎回これが楽しみで見てる、うん、どれ、階段がガリガリ。毎日大好きです。これは自転車でこその旅ですね。うん、そうですね。3万吸って元に戻りました。お、鈴ついてる、鈴ついてる。愛らしい。
あ、変な道にですね。そのカメラはどういう機種ですか？これはパワーショット S95 です。通りますよ。時間が出そうな道だな。時間が、今の猫尻尾丸かった。尻尾が丸かった。デジカメはパワーショット S95 です。あ、そこ走れるんだ。外なんか舗装がですね、ブロックというか、なんかあのレンガ敷き詰めたみたいになってて、結構デコボコしてる。やべ、やった。なんかロードの人がそこの芝生走ってますね。ロードで走れるんだ。こういう道何気にパンクする。パンク、うん、そうするとパンクは気にしなくても大丈夫な感じですか？うん、私の今のタイヤは結構頑丈だと思います。まあ過信してるところあると思うけど。金を、あ、この路面ですかね。普通のアスファルトよりも金かかるのかな、こういうのって。ワイルドなロードだな。ロードで行ったら一発粉砕だよね。年末はご近所ライダーさんとコンビ復活ですか？ライダーさんは、あ、話してないな。ライダーさん乗ってるのかな。スパーワンワンおー、変わった光景だな、これ。ベルギーの道はこんな感じですよ。ベルギー、ルーベなんて石畳走るんだよ。いいルーベ、あ、パリルーベでしたっけ。レンガ道走ってたらパンクした。よいしょ。レンガ道は結構パンクするもんなんですかね。私は経験ないけど。おー、臭い遊学館、なんだろうこれ。パンクみたいわ。酒屋さんか、ロブロクって書いてあるのは。いや、焼き芋、焼き芋っすか。お、寄っていくか。こっちが先見つけた。先手必勝。神奈川でオタスポット、聖地巡りみたいなもんですかね。うわぁ、米倉の市動画見てきた。江ノ島なんか猫が網をチェックしてる。映ってますかね。ボス猫、ちょっと反射であんまり映ってないと思うけど。向こう、猫来た。猫、太ってる、笑、ね、猫、猫だ、玉、猫、玉なのか、にゃんにゃんを。太ってますね、結構太ってますね。持って帰ろうよ。持って帰る。前私あの、あ、またいた。猫動じない、わらわら。着替えとかも持ってくんだよね。うん、着替え、下着とかも持ってきてます、今回。何リッターですか？おう、かわいい。バッグは何リッターだっけ。オーストリッチのパニアバッグの一つでかいやつ、下から2番目にでかいやつ。猫だらけ。おう、猫はいらんと。猫を抜くこれは首輪してないですね。でも なんか貫禄が、今までの猫よりも少し貫禄があった今のは。猫どうしないな、くれそう。本派手いと猫は枯れに口づけくらいあんね。枯れ、そうそう、そうですか。猫多いな。にゃんこかわいい。でもロボさんの方がもっとかわいい。またかわいいんですか。また私のメンタルを、私のメンタルを骨抜きにしようとしてますね。あんたは、あんたは。たとえ理屈で嘘と分かっていても、言われ続けるとその気になってくるのが人間の弱い心。完全な黒猫じゃなくても、黒率高いと横切られた時に不吉な気がするから。不吉、そうですか。じゃあ横切り返してしまえばいいじゃないですか。横切り返し。今日の宿はダムですか？ん？猫はダムに GoPro つけて逃がそう。メンタル攻撃。あ、猫 GoPro はどうだろう。結構あの小さい生き物につけると虐待になるってんで叩かれることがあるみたいですけど、あの犬とかは結構、あの YouTube でGoPro、 調子までいかないです。 YouTube で GoPro とドッグで検索かけると猫だ。だからね、ちょっと小さい猫だ。お、結構これはなんか綺麗な、そう、 YouTube、 何が YouTube じゃなくて、あ、なんか入ってった。猫が多すぎて消し
からんね。けしかり、けしからんですね。けしかりませんじゃないですね。けしからんですね。かわいいな。猫チューブ。今はそんなに太ってなかったな。キャットチューブ。マリオはあのピンク色の人でしたよね。どの人もなんかいろいろ問題あるから。消しカル。そう、猫自体は私消しカルだと思いますね。全く可愛ければ何でもいいと思いやがって。俺はカオル君。カオル君はあのそれっぽい人ですよね。した。ケシカル、ケシカラの逆だからケシカル。まだ水溝行けたかな。あ、自転車が走ってるから行けるな。エグアキュー、やっぱり一人で見に行った。友達もいいの。ケシカリまで、うん、勝つまでは。ケシカリません、なるほど。ケシカル、ケシカル。なんでその盛り上がったんだ、ケシカルで。夜ご飯決めよう。ああ、そうか、夜ご飯、そうですね、ビジネスホテルだから夕ご飯取って、あの頼んでないから、ん、行けないかな。ちょっと水辺から外れて、うん、エグア宮宿まであと10キロは切ってるんじゃないかな。いや、もう10キロとか行ってたら日が暮れるな。夜はまあ宿配信は多分やります。ビジネスホテルなんで相部屋じゃなくて好き放題できるんで。プリキュアを一人で見てこそ行こう。プリキュア、プリキュアはなんだっけ、格闘漫画みたいになってるんでしたっけ。今ちゃんと見たことないんですが、動画の切れ端を見たような気はする。何を、もうやりたい放題ですよ。まずコンセントは全部潰しますね。好き放題使いますね。七肉林、七肉林、一人七肉林。居酒屋、ああ、私夕飯居酒屋っていうのは全然できないんですよね。飯食えるかなと不安になって。ハトか、今度の GoPro 軽くなるので、あのつけられる動物の幅広がるんじゃないかな。行きます。サシャ、そうなんですか。いいな。猫の便秘には、便秘なんだっけ、何を増すんだったっけ。猫が便秘の、便秘というか詰まったらなんか毛玉を出すやつありますよね。おーっと、ない、道ない。ニルスの不思議な旅。ニルス、いいですよね。私はニルスは子供の頃な、子供の頃、またそれか。うわ、私はニルスは好きでしたね。エグアのパイロットはみんな変わり者だよ。セーラームーンはそれはないだろうっていうふうにみんなが言ってたら大受けしたんで、世の中舐めてたっていうふうに大学仲間であの世の中の評価を改めたことありますよ。セーラームーンとかいくらなんでもこんな名前というかキャラデザインというか、こんなあざといのさすがに反発受けるだろうと思ったら受けなかったんで、世の中そこまで来てるんだって思ったことありますね。ていうか、もともとあれ子供向けですけどね。すでにもうそういう目で見てた。あれ、見てない、それは知らない。いや、あ、道ありますね。なんかこれ川か。今これどこ走ってた。なんだよそれ。ああ、なるほど、中洲みたいになってるところが右手にあるんだ。水の兄ちゃん、彼女にしたかった。筒井康隆の小説に限りなく近くなってる現在。筒井康隆、ああ、安高もなんか
むしゃくしゃな世界を描いてますけど、今それがそんなになんかあの極端なアナーキーな小説見えなくなりますよね。私はセーラームーン見たことあったっけ、1話通して見たことは多分ないと思うな。赤い人が好きだった。赤い人、いやなぜか頭の中に出てきたのは地球防衛軍っていうゲームのあの巨大アリの赤いやつがなぜか出てきた。ロボさんは日本の SF を読むんですか？日本、あんまり網羅してないですけど少しは読んだことあります。すいません。実写版セーラームーンが意外と面白かった。北川景子かわいいから。北川景子も知らないな。シャアじゃないの。ああ、シャア。地球防衛軍面白いですか？地球防衛軍、動画でしか見たことないです。赤い人はサンタさん。赤い人はサンタクロース。今どこまで来てるんだ？あ、もうすぐ着くな。確かマコモはイコちゃんは見たことないけど、あのアサリヨシトが絡んでるやつでしたっけ。北川景子もわかんないです。北川景子って言われると私の中で今あのクイズダービーっていうキーワードが出てきましたけど、あれは何景子さんでしたっけ。わらわら、もう少しでクリスマスだな、うん、クリスマスの予定はありますか？クリスマスの予定はありません。クリスマスなんてないです。竹下恵子さんです。てか分かる、あなたらはちょっと古いだろう。竹下ですね。そんなに分かるなよ。竹下恵子。何人だいって。同じ人が何とかコメントしただろ今。平さんですね。今全部違う人だからちょっとショック受けるな。あまりにも即答しすぎ。あとでコメントログ見てみるか。あ、本当になんか結構今の書いた人いたんだ。竹下恵子は今ランク上がったってことは。小谷博士は、あ、すいません、今の遠くから鳴らしとくべきだったかな。遠くからこのいい音のベルを。いい音だ。確かあの橋をくぐってもう少し行ったら宿じゃなかったかな。マコモマコモ。そう、あの手の真鍮の音ですねこれ。原平さんって今はまだご存命なんでしたっけ。失礼ですけど、原平さんといえば原対馬駅。原対馬駅、ちょっとなんか遠くから優しく聞かせたいんですけどね。あ、カブル軽音、あ、軽音私は見てないんでわかんないんですよ。でもあれも多分あのその軽音楽という音楽自体の面白さで引っ張っていったんじゃないのかな。知らないけど、知らずに言ってるけど。残り、あ、延長しなきゃ。あ、取り過ぎたか。結構うんですね。もしかして、いやまだ過ぎてないよ。すぐだ。地上波、あ、軽音、あ、それ映画版ってことかな。萌え系、前スーさんがうちに来た時にバレたのは戸部勇かな。あれ見てました。そう、キャラが可愛いだけじゃないんじゃないですかね。今の戦車アニメ見てて思ったんですけど、あの萌えじゃないところが結構面白いので、すでに、あ、ギア、そうそう、あとあのチリチリなんていうのか、ラチェットンとかで。クリスマス村なら
知っています。クリスマス？リコちゃんの服本当だ、うん、わからない。結構面白そうだな。見てみよう。戦車には戦車のところが妙に面白い。そこには行きませんか？イカラプ。何があるって。クリスマス村？そのクリスマスネタ今はすみません分かってないです。あと これはこれいいな。こういう店に入ってみたい。民家にパッと見民家に見えるけどよく見ると日差しがついててカフィって書いてある上の方に。リストランテか、民家改造したリストランテなのか。重松豊か、あの人ですか、あの漫画のキャラクターよりちょっと年配に見える人。これは面白いな。カフェって書いてありますね。カフェ。迷ったら入りましょう。いや別に迷ってないです、迷ってないです。電車の動きを書かせたら宮崎駿が最近、ああそうそう、なんか漫画も書いてますよね、あの人。こんな、え、人の名前ですかそれ。ひだまりって書いてある。ピッツ&パスタひだまり。でも正面から見ると民家じゃないですね。誰が何してるって。井の頭頃知ってます。民家に、うん、下あれ坂道発進しようとして頑張ってるんだけど、あの音立てないと坂道発進できないのか。あと今のあれ、あのフロントのなんていうんですか、バンパーが外れてた。何やってんだあれ。ダメだろあれ。でちょっとじゃあ宿の位置もう一遍確認しとこう。ぶつかった後放置してるんですかね、それともさっきぶつかってきたてなのか。ん、鉄橋、どこの鉄橋ですか。鉄橋、ちょっと待った。笑いやでももしかしたらあれはなんかやむを得ないっていう事情もあり得るんで、あんまりどうこういうのは良くないかもしれないですね。鉄橋どこ、鉄橋どこですか。ここは川挟んだ向こう側は茨城かな。どうなんだっけ。勘弁。あ、マコもすぐ近くだな。どこの鉄橋の話なんですかね。日暮れまであと20、30分あるんで、なんとか線、あ、この先にある鉄道ですね。鹿島線がありますね。じゃあ一応そこまで行ってから引き返してきますか。川沿いに行って、でも絶景も日が暮れたらおしまいだから20分以内に行かないと。ピッて鳴らして対抗しようず。全然聞こえないです相手には。あの人たちは自分の音でもう耳いっぱいですから。走るね。うん。まあすぐあそこですよね。あの見えてる橋ですよね。鉄橋。日暮れあと20分ぐらいです。20数分。後ろのあたりは門州で、うん。族が、え、釧路にいるんですか。あの霧が多い釧路。あ、あれ友情の話なんですか。なんかその音楽としての面白さがあるのかなと。あの音楽やってる知り合いの人が。あのハマってたのかわかんないけど見てることは分かったんで。音楽は全くない。え、音楽ない？嘘。ロボさんと行く冬の北海道弾丸ツアー冬の恐ろしいわ。怖い駅、あ、焼くってことか。すいません、あ、何分、もうすぐ。おやつ。ロボさんオオカミに変身してまうで、劇中局のレベルはめちゃ高い。あれ見てると電車の中で犯罪行為を起こしそうになるんですが。何電車の中でって。何の話だ一体。夕日、鉄橋に向かって走ってます。楽器、いやだからやっぱりその楽器の面白さっていうのが伝わってると思うんですけどね。松秀。どれの話かわからない。今どれのいくつの話が進行してるのか。今日のロボさんの孤独のグルメが楽しみです。俺はここにグルメですよ。俺はここにいるぞ。ロボさんの名前の由来って何なんですか。うん、ロボっていう名前は大学の時に中古楽器の桃、あの全然意味のない理由で桃ってあだ名にされかけたんで、
それだったらロボの方がまだいいっていうふうに口走ったらそうなりました。でとっさに口から出た言葉なんで意味は特にないです。あ、12橋巡りの文字列が出てきた。そうそう、12橋巡り。だからそのモモと言われるたびにモモじゃないとかなったかな、モモって言うなだったか、モモってモモじゃないだったかって。あ、ん、お正に腹が空いた。なんでモモ、あのピンク色の便箋を授業中に、大学の授業中に、講義中に前から回ってきたので後ろに回しただけなのに、キッカー君は桃色が好きなのか、じゃあ桃だねって言われて、知るかあれですね、これどうでしょう、出てきたあの12橋駅はなかなかの秘境駅です。秘境駅、12橋駅、ここが水曜どうでしょう、ファンが来てた。あ、モモシさんはそれ言われたって仕方ないじゃないですか、それはモモシさんなんだから。ピンクよりいいの、確かに。でもある意味かっこいいかな、ピンクは。ピンクパンサーとかあるわけだし。いや、ピンクパンサーは何なのか分かってないですけどね。これですね、鉄橋っていうのは。週末ヒーロー、ん、あ、3分、了解です。ありがとうございます。あんまり橋に接近しても良くないですよね。この辺りかな。この辺りかな。これが、よいしょ。ピンク。ピンキー。なんかこの橋って途中から違いますね。あの、橋脚が。いや、この高さから見ようと思ってます。チャリ、イベントありがとうございます。でもだいぶ前だな。頻繁に、とりあえず3分後にあるって聞いたんで。いや、あれ右翼かどうか分かんないですよ。なんかあの新曲のプロモーションかもしれないし。マリ、お、いい感じでいいですね。何か叫びたくなるところですね。叫びたく、そうですか。鹿島線は1時間半に1本、1時間半か、少ないですね。でもだ、愛国者のってことはちょうどよかったな。ロボさんは電気、教えていただいたので。ん、荒いですね。電気羊の夢見たことないな。あと何だったっけ、電気うなぎの夢見るやつもありましたよね。電気うなぎ、あ、カタカタ言ってるの、あっちから来るのかな。あ、北っぽい。じゃなくて、潮来駅に止まったのか。電気こけしの夢、電気こけしとか、電気うなぎでしたよね、あれは。電気うなぎって、光栄じゃないですか。そう、光栄です。光栄の黒歴史なのか、本来の姿なのか。オランダ妻、そう、オランダ妻の川の反対側、元ネタは、元ネタは、あれ、元ネタは、アンドロイドはでいいんだったっけ。アンドロイドは電気羊の夢を見るかで、それがブレードランナーでっていう名前で映画化されて、で光栄がそれをパロってアダルトゲーム作ったのが、右から、あ、来た。あまり静かで気がつかなかった。いるいる、確かにあそこにいる。お手紙来た来た、ありがとうございます、情報。あの、言われなかったら本当に気がつかなかった。鉄道動いてるの見えませんか。片言やっと聞こえてきた。鹿島線ですか、鹿島線ですか。4両編成ですね。で、一応でパンタグラフが伸びてるから電車だな。いや、あれやったことないですけどね。おー、反射して綺麗だ。いいですね。遅い、確かに遅い。あー、なんかあれですね、横須賀線みたいな色してますね。あ、イベント、あ、イベントお願いします、イベントお願いします。あ、イベントありがとうございます。あれ、遅いぞ、イベントありがとうございます。で、止まりましたね、今のブレーキ音が聞こえる。ってことは反対側からも来るんじゃないですか。さっき向こうからも少し音がしてたんで。うん、もっと、あ、
夕日の反射率が変わってきたかな。公園の最初のヒット作は、教えていただいて助かりました。マジで綺麗だった。ナイトライフ、なんかタイがどうとかっていう、あの実用ソフトとして売られてたやつですよね。とんでもないよなあれ。あ、夕日綺麗。宿ももうすぐ近くだし。1両編成の列車走ってるの見たのはどこあったかな。根室線とか根室本線とか1両ありませんでしたっけ。あれ全部2両だったかな。あ、来ないかな、反対側からは。宗谷線って、宗谷線って今ありましたっけ。月はあれだ。1両だよ。あ、1両でしたっけ。本当に、あ、なんかちゃんとトイレとかもありますよね。来ないかな、来ないか。それでよそ見してたらまた静かな音立てずに来てるかもしれませんけどね。じゃあ夕日を調整。あ、音は向こうに走ってた音かな、これは。月が出てる。遠ざかっていった音だな。野鳥の声がいいね。あ、聞こえますか、野鳥の声。スカイツリーは今ここからだと見えないんじゃないですかね、多分。このカメラはすごいな。え、夕日だわ。カメラ。一眼レフ欲しくなるね。あ、一眼レフは確かに欲しくなりますね。最近 Z さんの写真見てるとあまりに違うんで、私でもそういうのが撮れるんだったら欲しいと思ってしまうな。ただもうちょっと手軽に腰につけられるぐらいだったらいいんですけどね。私はどうしても今の撮影スタイルを捨てきれない。腰のベルトにつけてシャッと取り出して撮るっていう。そんなに違うの。一眼、うん、違う、本当違いますよ。びっくりする。解像感もすごいし、色も違う。色も、まあでも色はあれって Z さん自分で現像してんのかな、取って出しじゃなくて。首にぶら下げるのは無理。ズーム42番で2、3万どうですか。さっと取れるのはいいよね。で3万、3万。今確か使ってるのは確か2万台。いい、ちょっと待った。今のいいはちょっとかなり遅いですよ。デジ1でロボ取りはできますか。デジ1、いやー、どうだろう、重いから厳しいんじゃないですかね。あとこの片手に収まるサイズじゃないと、もしお取りづらいんですよ。こう今の人釣りか、うん、解像感すごいですよね。あと暗いとこでもバッチリ取れてる。まあ素子とかが全然違うんでしょうけどね。ゴールは今取りすぎてきました。夕日見るため、夕日じゃないや、鉄道見るためにこっちまでちょっと今南下してきました。さて、じゃあホテル入るかな。そのぐらいのサイズでセンサーでカメのやつ出てるんじゃない、出てますかね。そう、暗いのに強いのは本当になんか全然違いますよね。美少です。エロすぎ、何今のエロすぎはどっから来た、どっから来た、エロすぎの人。あ、そうだ、自転車見せるって言ってすっかり忘れてたな。あの時自転車見たいって言ってた人まだ見てますか。これですよ、これが私の自転車ですよ。何時間経ったかな、あれから。どうですか、この黒いクロスバイク、クロスバイクだけに。あ、ミラーレスって最近なんか言葉よく聞きますね。いませんか。よいしょ。そう、これがですね、点灯横から、はい、こんな感じ。うん、新しいの買いました。前のチタン製のチタンフレームのマウンテンバイクは30万でしたけどね。チタンフレームで XTR コンポだった。で今はこれアルミフレームのカーボンフォークのアセロラじゃなくてアリビオコンポで8万4000円です。うん、ビアンキだけど、私はビアンキのあの緑色は途中、あ、なんか引っかかってる。あ、椅子割れか、いつの間にかブレーキ付近に針金が引っかかってた。危ねえ。うん、前はパナソニックでしたけどね、今ビアンキです。私はこれで4代目かな。アリビオはスポーツ車向けのマウンテンバイクコンポです。ロードバイクのコンポでいうと105の下だから、105の下何でしたっけ。ロードは105の下のクラス覚えてない。Z3 デジカメ？あ、そうそう、ティアグラ、そう、ティアグラ。ティアグラのクラスに相当するはずです、多分。緑が。最初はそんな気もしてましたが。
でも本当に欲しかったのは黒地に青いラインが入ったやつ。お、ナマズだ。シクロクロスっていう案もありましたね、確かに。ナマズだ。未来型超高速船ジェットホイールつくば号。未来型っていう言い方もちょっとあれだな。あ、カニだ、カニ。ドロップハンドル苦手なんですよ。背中痛くなっちゃって。カニの親子と向こうにいるのはナマズだな、あれ。ナマズ、カニ。なんか口のとこ変ですね、あのカニは。カニはもっとその、なんていうか、あの口元のなんて表現したらいいのかな。閉じた口で、何ガニなんですかね、ここのやつは。チェックインは確か16時以降じゃなかったかな。もう入れるはずです。あ、なんかこの夕日に杭が出っ張ってる様子は、杭が水面から出っ張って向こうに夕日が見えてる様子は、R タイプファイナルみたいじゃないですか。これは比較的最近のやつだから分かる人いると思うけどな。ん？昔話。すべすべまんじゅうなのどこでしたよね。またユニクロの話か。さっき買ってきたって言っただろあんた。いや、わかんないけど。綺麗だな。情けない、何なの。美しい。R タイプは PS2 ですね。最近その R タイプファイナルっていうのが出たのは。あの星はですね、あの黄色。あなた別の人ですか。じゃあ綺麗だけど、あまり見てるとこれ CCD とか、新オスかな、これ CCD かなに悪いんでしょうね。県境の、あ、やっぱこれ県境ですか。じゃあ向こうが千葉か。杭の上に立てません。切れる芸が、ネタとして切れるっていうやつですかね。グラディウス、あー、グラディウスかアルタイプかって言われると、私はアルタイプ方面かな。じゃあ大して違いないですけどね、私の頭の中だと。グラディウスはなんか反射神経要するような感じがするんですよね。アルタイプを覚えさえすればなんとか。あー、でも、うん、あー、テラクエストもいいっすね、曲が。ゲームとしてはちょっと難しすぎると思うけど、あれ敵の動きが容赦なさすぎ。うん、フリースのビジネル、いや、多分駐輪場かなんかあればいい、私はいいと思ってます。ザナックはファミコンと MSX ですかね。私はザナックやったことないんですよね。シューティングではツインビーが一番面白かった。ツインビー初代ですか。寝るー、あ、そう、3ひどいですよね、あのあたりになってくると無理だろあれ。でグラディウス5だったっけ、最近出てたのが、あの何かの間違いではないのかってセリフは有名になったやつって。おう、ユニクロのやつそんなにむちゃくちゃ安いってことなのか。あー、ティンクルスターはなんかパズルっぽく見えるやつでしたっけ。お、これは初めて見るな、こういうの。宝くじドリームランドイタコチャンスセンター。宝くじだけ売ってる建物なのかこれ。宝くじ1等が当たる店、85回ミニロト、あれいくらって書いてあるんだ。2142万2400円。関口タバコ店って書いてある。これもともとタバコ店だったのか。すごいな、これで商売成り立つもんなんだ。宝くじで関口タバコ店って書いてありますね。いや、買わないです。私は宝くじ確かまだ一遍も買ってないはず。水郷旅館、どこだっけ。新マコモじゃなくてマコモ、マコモ。あ、これだ、マコモ。ホテルマコモ、新マコモじゃないな。あと犬がいるな。ホテル新マコモっていうところに予約したんですけど、これはマコモですね。でも多分これでしょう。花見、あ、上の、あ、というわけで宝くじ屋さんのすぐそばでした。
うん、ここに泊まります。多分ここだと思う。旅ニューさん、今回は、宿泊費は5000円で、交通費が行きが1200円ぐらい、戻りがもうちょっとするだろうから4000円と見て9000円かな。週末に9000円かけて、黒自由。いや別に私進化どうか関係ないですけどね。じゃあ元祖マコモ、まあ進化どうかはちょっと中に入って聞いてみましょうかね。夜飯は宿代5000円です。うん、じゃあちょっとあのマコモさんのワンちゃんだけ映してから放送ありますね。あ、耳が垂れてる、ドッグイヤーだ、かわいい。なんか私が関心引こうと思って口笛吹いたら一心不乱に食い始めた。あんこ鍋、あーそうか、あんこ鍋ってこの辺あんのかな。かわいいですね。ビジネス客どうですよね、イタコ。かわいいなぁ。食べてるし、なるほど。じゃあここであの放送は終わります。じゃあワンちゃん映しながら終わりますね。じゃあ夕飯というか、まず風呂入ってから夕飯探しに行きます。うん、じゃあありがとうございました。お疲れさんです。で、あれ終わらせられない。ちょっと待ってください、あの再接続してからちゃんと終了処理しますんで、もうちょい待った、もうちょい待った。次の放送は夜多分9時か10時ぐらいから。あお、ちょっと今あの枠接続し直してるんですよ。なぜか終了ボタン押せないんで。放送開始して、よし、とりあえずあの音の中で終わらせずにすんな。よし、あ、もう食い終わった、早っ、もう食い終わってる、早い。というわけで、ワンちゃん食べ終わってます。あー、かわいい。よし、かわいい。うん、頭をグリグリする、頭をグリグリする。よし、もふる。じゃあこれで終わらせますね。ありがとうございました。ビーグルかな。うん、これで終わらせられる。では改めてありがとうございました。よし、今度こそ終わらせた。かわいいな。じゃあ GoPro 回らせます。ありがとうございました。